福本秀美術館どうも福本秀です。あれあれ、ちょっと映像がないなーってあれ？ちょっとあれ映ってないなーって思ってらっしゃる方正解です。えー、実は今回はですね。音声のみでお送りしようかなと思ってます。というのが。まあ、作業用というユーチューバーありますね。 どういうことかというと例えば家事をやってる時料理してたり洗い物してたりするとまあ映像は見れないけどまあ何か聞きたいあと洗濯干してる時こういう時も何か聞きたいまあもしくは職人さんがお仕事してらっしゃる時それからまあ陶芸とか絵を描いてる時声だけ聞きたい。ラジオもいいけど あ、ちょっと福本秀の声も聞いてみようかなって人もいらっしゃるんじゃないかなと思いまして。まあ、今回は音声のみ。お送りしたいというふうに思ってます。寝る前なんかもいいかもしれないですね。もうちょっと電気も消して。まあ、寝ようかな。でも、まあ、ちょっとなんか聞きながら。寝たいなっていう。 いいかもしれないですねあんまり面白いともうそのまま聞き入っちゃって寝れないかもしれないですけどそこそこの話だと寝やすいかもしれないです。まあまあ何の話をお送りするかと言いますともちろん福本秀美術館なので美術についての話をしようと思います何にしようかなと思ったんですけど、まあ 今回思ったのはダリの話をちょっとしたいなと。ダリってのは有名な画家ですよね。多分ダリの絵を見たことなくてもダリの顔はだいたいパッと思い浮かぶんじゃないかな。まあ顔というかはっきり言ってヒゲですよねそうダリといえばあのピンと立ったヒゲですね。 まあ10時10分時計で言うですね10時10分に立っているとも言われますけどあのクリーンとしたひげですよね。だいたいよく小学校中学校の頃に教科書の偉い人の写真作家さんとかの写真によくいたずら書きしてました。そんな時にひげ、まあ、をだいたい書きますね。よく笑いを取ろうと思ってちょびひげを書いたり。 もしくはちょっとこう泥棒タイプのこうぐるぐるっと口を中心に丸いひげもしくはもうワイルドに顔を下半分真っ黒にする人もいましたねそんな中で一風変わったちょっと小粋ないたずらそれが「ダリのひげ」じゃないですかね。 大体この「ダリのひげ」はねいたずら書き以外で使うことないですね。自分のヒゲであんな風にしようって思う思ことはまずないですから、ねまあある意味でダリはですねあのひげも含めて自分自身が一番有名な作品になったそんな画家なんじゃないかなと思いますけどちなみにサルバドール・ダリダリさんはですね 生年月日聞いたら皆さんびっくりしますよ。生年月日というか、まあ、1904年の5月11日生年月日では特にびっくりしないですね。亡くなった日亡くなった年代1989年1月23日えって思いません。1989年最近じゃんって。1月23日ということは 84歳で亡くなってますけどなんと平成です。えって1989年まで生きてたってことはああじゃあ僕が17とか18の頃には生きてただりが。はあんかそうやって考えるとねなんかすごい身近というかちょっと不思議な感じしますよね。そそんんなな昔の人じゃないだだってそうだ2017年 ダリーの娘じゃないかなって人が現れたんですよね。で、その方がもし親子だったらまあ、とんでもない。額の遺産相続をすることになると。で、2017年の7月にダリの遺体が掘り起こされた。ああ、土葬ですからね。 で dna 鑑定した結果はあ、この方は娘さんではなかったという。そんなニュースが2017年にありました。ちなみにその時ダリの遺体を掘り起こしたら、髭が10時10分のままだったそうです。すごいですね。まあ、ちょっと海外のニュースでうん。面白くしたのかな？って気もしますけどね。 ちなみにこのヒゲってあのよくあの10時10分の角度で保たれてたなと思ってちょっと調べてみると固めてたそうですやっぱりそうですよねよっぽどの癖じゃないとあんなふうに立ち上がらないですから水飴で固めてたそうです。ねえなるほどね。ちょっと甘いもの好きだったらちょいちょい舐めてたかもしれないですよね、は。い そんなダリのヒゲですけどもダリといえばですね、えー、まあシュルレアリスムの画家と言われますけどあちょっとね経歴を簡単にウィキペディアの一番最初に何て書かれてるかっていうのをちょっと見てみましょう。サルルバドールダリですねはい生年月日さっき言いましたスペインですね。スペインの ゲーラス出身フィゲーラスフィゲーっていうのはちょっとヒゲーみたいでなんかちょっと面白いなって感じがしましたけど結構ね田舎の方ですねはいシュルレアリスムの代表的な作家として知られるフルネームがね意外と長いんですよカタルーニャ語でサルバドードメネクファリブジャシンダリ イドメネクだそうです、ね、まあ天才と自称数々の気候や逸話で知られているなるほどこの一番最初の経歴のところにもねどの作品で有名っていうよりももう天才と自称とか数々の気候そんなことが書かれてますね。シュルレアリスムっていうのはうん超現実主義ですね。超っていうのは超人のは人 超現実主義ですねちょっとねシュルレアリスムっていうのもねウィキペディアに何て書いてあるか見てみましょう。ウィキペディアって簡単かなと思ってパッと見ると意外と難しいってのありますよね。ちなみにシュルレアリスムっていうとよく日本語で「シュール」って言いますよね。あのコントシュールだなとか なんだかバラエティーの展開がシュールだなみたいなことを言いますけど実はそれととはははちょっと違うんですよね、はい実はこのシュルレアリスムはさっきも言った「超現実主義」というのは無意識を追求するう無意識ところがですね日本では現実離れした奇抜で幻想的な 芸術という意味でシュールという日本独自の概念表現が生まれることとなったって書いてありますなるほど例えばコントなんかでも現実離れして奇抜な設定のコントはシュールなコントとかいろんなりましたけどもこれ日本独自の概念表現ということですねですからシュルレアリスムとはちょっと違うシュルレアリスム無意識 の追求簡単に言うとオートマティスムってやりり方がありますねこれは自動で書くつまり何にも考えずにとにかく書き続けるもうここにこれここにこれを書こうと思わずにも手が動くままこれ無意識なんじゃないかとだから超現実だからう現実を超えたものを生み出そうとするわけですよねシュルレアリスム。 絵とか詩とか文学とかいろいろあったみたいですけどなんかね面白いなと思ったのはダリだけにかんあの限らないんですけども例えばこの夢で見たことを書くなかなか難しいですけどねいろんな方法を取ってってみたいですよパッと起きた時に夢って結構忘れますよねだから例えばゆらゆらする椅子 まあ外国特有ですね日本にはほとんどないですけどそのグラグラするゆらゆらする椅子ねグラグラするじゃないですよあのゆらゆらするこの揺れ椅子ねそれで寝るでその時に手すりのところにスプーンを置いといてで寝た時にスプーンがパーンと落ちたり床に落ちて大きな音が出るでそれハッと目が覚めた時に夢で見てたことをサッと書くとかなんとかして夢で見たことを書こうと努力したみたいですね。 それから幻覚とか妄想を描くのもシュルリアリズムどうやって描くかというと例えば熱があるときなんか変な現実か夢かわかんないのを見たりするときありますよねそれから逆立ちをして頭がクラクラしてきてその時見えた幻覚なんかを描いてありましたそうですつまりこう現実で見たことないものを超現実を描こうとした シュルレアリスムうんなんかまだまだ奥が深いですねどうですかこの音声だけの福本秀美術館ちょうど眠くなってきたかもしれないですね皆さんねまあ寝るのに使ってもらうのも本当にいいと思いますもうちょっと続けましょうかせっかくなのでダリすごいですねダリね絵も描きましたけど 舞台美術とかファッションアクセサリーインテリア映画とか本とか CM とかもロゴデザインいろいろありましたね有名なところでいうとチュッパチャプスはいあのアメですよね棒のついたこのロゴデザインも誰が考えたでももも今使われているののは誰が考えたものより ちょっっと変わってますだけどあの雨でありながらこの真上にロゴデザインがあるよく見えるようにこれはダリのアアイデアだそうですねほーはすごいですね気候で知られてますからね象に乗って凱旋門に登場したフランスパンを頭に乗せてリーゼントと言っていたねえいろいろあります。 今生きててたらなななななんんんかかかタレントになってんじゃないいと思いますよねなんか日曜美術館 NHK の日曜美術館出るよりもダウンタウンデラックスとかでね出てきたりとか街ぶらのロケとかやったり、うん、なんか水かけられてひげがへなんかヘナっとなったりなんかそんな風にしたんじゃないかなって感じもします。さあダリの話まだまだあるんですけど、まあ、今回ちょっと実験で音声だけの福本で美術館やってみました。 今日ここまでにしましょう。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。あ、寝かけてた方、おやすみなさい。